今回は、いちご、石田、佐渡のパーキってバランスがいいよねに対する読者の反応集を紹介します。旅の仲間。近距離パワー型、遠距離テクニック型、全距離パワー型とバランスもいい。サポートヒーラーの井上も加えて戦力バランスもいい。ジャドがやられるところなんて想像もつかねえよ。よっぽどの相手じゃなければ安心。よっぽどの相手ばっかりだ。ジャドは実力自体はそこまで悪くないはずなんだけどな。下手な強さでジャドと戦ったら大使に死人が出るから強楽さんはナイス。ジャドは悪くない、相手が悪い。ちゃん一がこいつらコミュ力やばいなって思ってるの好き。ジャドとか副隊長とかみんな強いんだけどかませシュープンプンするよね。こっからジャドも石田くらいの見せ場見せてくれれば満足だったんすよ。隊長は無理でも副隊長をさ。多分誰も俺を見捨ててくれないからその方が逆に辛くなるやつ。現世組はいい感じにバランス取れてるんだな。ジャドは副隊長ぐらいの強さあるよね。十分現役だと思うわ。両腕覚醒状態だとエスパーダ落ちを圧倒できるから多分副隊長以上隊長未満くらい。タンクと中距離火力と遠距離支援火力、井上というヒーラーを加えれば汎用性のあるパーティーに。ほしゃしゃしゃの人から強楽さんって急に敵がレベルアップしすぎでかわいそうだ。ジャド、勝てるわけねえよ。死神連中キャラ立ってるしかっこいいしで人気出るのもわかるけど、この辺のイチゴの周りにいる連中の活躍もっと見たかった感じもある。もう俺に背中を預けてはくれないのか、の時のチャドの心情は察してあまりある。なんで普通に洗脳されてガクガク震えてるの？洗脳じゃないよ、過去改変だよ。チャドはわかりやすい基礎能力特化だから、絡めて使ってる格上倒すっていうのもやりにくいのがな。ジャドは戦績があれでもキャラに面白みがあればまた違ったのかもしれない。いいやつなんだけどいじれるわけでもなく。全員いまいち頼りない感がすごい。全員間違いなく強いし、ちゃん一と石田はトップクラスに近い潜在能力あるのに。経験値が圧倒的に足りない。まあまだ高校生だからな。スペック的に言えばチャドは副隊長以上ありそうだし、ちゃん一と石田は世界最強クラスなんだが。マジですごい生まれのやつ以外は桁が違う寿命でよく鍛錬してきた才能あるやつらな。死神の体調核には及ばないのはそりゃそうだよね。実際は全員パワー型じゃねえか。クレイモは1ブラストみたくししのみの完全なフォロー化みたいなことするかなと期待してたんだが。でも最終的にチャドは俺らの中で一番有名になったからな。俺らの中に君入ってるの？俺の中に含まれてますけど。これキレキレで好き。チャドの能力はまだまだ進化しそうだったから活躍をもう少し見たい。右と真ん中がバグってるだけで左も結構すごいんだけどな。イチゴの帰り道開けとく。そこ通らないはさすがにかわいそうで。チャドだけ覚醒サブイベント通過しなかったせいで戦力外みたいになってる。石田は初期でも隊長格倒したし、ウルキオラの第二解放にも時間稼ぎができるぐらいには強い。石田お前本当はどのぐらい強いんだよ。ジャン一の次くらいだと思う。何か素質で言えば格話のボス格くらい普通にありそうなんだよな。物語の序盤に最終装備を手に入れた石田。むしろ強楽さんでも来ないと大体倒せる。無茶言うな、ほとんどの隊長格来られたら佐渡戦える夢ほとんどないぞ。ソイポンくらいだろ。ソイポンとか相性悪すぎるわ。即に回刺されて終わりじゃん。石田のあれはバグみたいなもんだし。なんで強楽さん相手に冷や汗かかせられる奴がさらに強くなったのに、ノイトラにノーダメワンパンなんだよ。単に死神は頑丈じゃないから、当選も不意打ちで負けたでしょ。ジャン一は剣八戦とか総局のところでもちょいちょいバグ発生してるよな。石田が頼りなかったの最初期と能力失って間入り霊力で騙し騙ししてた時期ぐらいじゃね。能力復活直後で挽回イチゴと同等なのはマジお前、ってなる。普通に現世守る分にはチャドでも強すぎるぐらいだし。普通なら現世の町守ってる駐在の死神なんて席もついてないレベルでも大丈夫なはずだしな。チャドは本編後あの腕力でボクサーになってるのがやべえ。バイクに轢かれても無傷だし鉄骨落ちてきても多少痛いで済む耐久力。あのチャドが立派に、とかよりもなんかお前ずるいというか大人げなくね。のが勝ってしまってあんまり感動できなくてすまない。完結後の石田とかアンチサーシスまであるし世界最強だと思われる。ボクサーチャドはワイルドでかっこいいんだけどね。ぶっちゃけあんなで肩じゃなくて普通にあのメンツに混じって生で出てきてほしかったんだけど。チャドがどのエスパーだなら倒せたかって考えるとちょっとどれも厳しそうなんだよね。人間性でも実力でも申し分ないんだけど、頼りなく感じるのは主に相手が悪いせい。石田もチャドもエスパーだには勝てんよ。牢獄の人であそこまで暴れられるんだから、最終章石田に勝てるエスパーだいないと思う。よくよく考えるとただの高校生が副隊長クラスっておかしくない？
まあ織姫も茶どもれい王の因子持ってるらしいし。石田がパッと見だとあんまり強くなさそうに見えるのは多分ザエルアポロのせいだと思うの。チルッチ戦も番外相手にあそこまで時間かけてるのがね。エスパーダ落ち倒せる時点でそこらの副隊長よりははるかに強い。ソウルソサエティ編の時点でも十分おかしい強さではあるんだよチャド。能力に目覚めてから夜市さんの元で数日修行しただけなんだぞあれ。それで三石倒してるのはすごい。あのやられた三石は千年決戦も生き残る程度の実力はあるようだし。ソウルソサエティは強楽さんでウェコムンドはノイトラと戦う相手が毎度悪すぎる。石田のとんでもレベルアップがあるから話題にならないんだよな。5分の1レンジにても足も出ないレベルから、三霊死闘をつけた状態で副隊長級で外せば隊長も圧倒できるスペックになる石田は本当に狂ってる。ジャド最初の時点で電柱引っこ抜いたりしてたよね。霊圧消えた云々もあのクソ強くて頼りになるジャドがって流れなんだよな本来は。実際その前の戦いとかもジャドが圧倒する流れだったしな、そこからの強楽とかの隊長ラッシュ。問題なのはこの展開を何度もやってしまったってことだな。もう言われてるけどチャドは強さ動向よりもみんな大好き月島さん編でよりによって最大の貧乏くじ引かされたのと最終章でのひどい扱いが致命的だったと思う。ガンデンバインさんと戦ったあたりでは全然まだ存在感あったのにね。イチゴはもう俺に背中を任せてくれないのか。このセリフ自体は切なさがあって割と好きなんだけど、普通チャドのポジションのやつがこういうこと言ったらもう差は埋まらないにしても最後までに何か別の形でしっかりちゃん一にいいとこ見せるパターンだろ、なんでないの？待てども一向に使われない退路、ジャドの目は世界に向いた。なんかいろいろ混ざってるやつと、なんかクインシーでも特別なやつと、なんかすげえ頑丈なやつと、なんかやべえ回復能力持ってるやつが攻め込んできました。ジャドパワーと丈夫さ全振りみたいなイメージあるけど別に遅くはないんだよね。少なくともガンテンバインさんよりは早い。ボクシング世界ランカー、翻訳家、メガネ、でバランスもいい。最終的にフルアーマーになると思ってたぞチャド、そんなことはなかった。イチゴですらソウルソサエティ編の後は活躍少ないからな、グリムジョー倒した後はボコられるか覚醒勝利しかない。右はあのマユリ様に実質勝ってるんだよな。マユリ様は徹底的に相手を調べてメタル戦闘スタイルで、この時の石田はマユリ様が知らない手を持ってるから相性が良かった。後出しでメタレル浦原さんの方がマユリより強いよな。クインシーは徹底的に調べ上げたっておごりと油断もあったしな。まあ石田に負けていこう一切油断しなくなって実質無敵キャラになるんだが、チャドはキャラ付けと最初の覚醒の流れがあまりにも日常学園バトルものの仲間として完璧だったからか、何か今でも惜しくてならないんだ俺。作中無敗のマユリと引き分けただけでも石田は評価できる。小説で現世組保管してくんねえかな。タンクの霊圧がちょくちょく消える。最前線に立ったらタンクの役割すら果たせないような。そもそもダンジョンの適正レベルが悪いよ。イチゴと石田はダンジョンでなんでなんかチート的な強化するけど適正外ダンジョンでレベ上げとか無理だから。レベル20くらいで入ったのに出るときは70、0、22とかだぞ。ジャドは悪くない。素で頑丈なんだけど、霊圧さえあればいくらでも頑丈になれるのがどうにも。ここに井上も加えるとマジでゲームのパーティーみたいだな。全員フルスペックなら下手な団体一つや二つは潰せそうなんだけどな。下手な団体ってのがそもそも。ジャドが一般人のボクサー相手にブラソイスキエルダデルディアブロで無双しまくってるって本当ですか？ドン観音寺があれだけ人気者だからそこら辺理解はある方じゃね。ジャドは優しいからそういうのは封印してる。だから鉄骨落下やオートバイ衝突の火にならないパンチを繰り出せれば勝機はあるよ。連載初期の描写なのに人間やめてるのやばくない？